リンクトレーナーリンクトレーナー、または、ブルーボックスや、パイロットトレーナーとしても知られる用語は、1930年代初めから1950年代初めに、かけて使用された、エドウィン・リンクが開発した一連の、フライトシミュレーター製品を指す。リンクは、ニューヨーク州、ビンガムトンで営んでいた家業に従事している1929年に、リンクトレーナーの元となる技術を開発した。 このシミュレータはあらゆる3戦国のほぼすべてがパイロットの操縦訓練の補助器具としてこの装置を使用したことから第二次世界大戦中に有名となった。オリジナルのリンクトレーナーは新人パイロットに安全に景気飛行の手法を教えるために1929年に作られた。元はオルガンとジュークボックスの製造者であったリンクは自身のポンプ、 バルブ、不意語に関する知識を利用して、パイロットの操縦に反応し、装着されたケーキを正確に読み取るフライトシミュレーターを作り出した。50万人以上のアメリカ合衆国のパイロットが、リンクトレーナーで訓練を受け、オーストラリア、カナダ、ドイツ、イギリス、イスラエル、日本、パキスタン、ソビエト連邦といった数多くの国のパイロット訓練にも使用された。 日本では1970年代まで唯一、フライトシミュレータメーカーの東京航空契機が、ライセンスを受け製造した。推定製造数は40から50機で、戦時中は、陸軍、海軍、空軍、戦後は、陸上、航空、海上自衛隊、航空局、航空大学校に納入した。旧日本軍で正式に、地上演習機と呼称され、日本海軍予科連では、 ハとポッポとも称された。リンクフライトトレーナーは、アメリカ機械工学会により、歴史的機械技術遺産に選定された。リンク社は、現在 L-3 コミュニケーションズ社の一部となり、宇宙船用のシミュレーターを作り続けている。エドウィンリンク設計のフライトシミュレーターの図、エドウィンリンクは、青年期に飛行することに熱差したが費用が高額で、実際に飛行できず、 1927年に学校を卒業すると、シミュレーターの開発を始めて、実験に18ヶ月を要した。1929年に発表された、最初のパイロットトレーナーは、外観上は、短い木製の主翼とユニバーサルジョイント上に乗った、胴体を持つ玩具の飛行機であった。家族が所有して、ニューヨークのビンガムトンで営業する。 リンクオルガン工場で作られたオルガン用封ゴが電気ポンプで駆動されパイロットが動かす操縦艦に追随してトレーナーのピッチとロールの姿勢を制御した。リンクの最初の軍向けの販売はアメリカ陸軍航空隊が US エアメールの事業を引き継いだ時に起こったエアメールスキャンダルから生まれた。 景気飛行方式に習熟していないことが原因で78日間で12名のパイロットが死亡した大量の犠牲が陸軍航空隊にリンクのパイロットトレーナーを含む多種の問題解決手法の検討を促した1934年に陸軍航空隊は自らの評価チームが飛行不能と判定した霧の立ち込める気象条件下で リンクが会合に出席するために飛行したことで、景気飛行訓練の潜在能力を強く認識し、最初のパイロットトレーナーを、単価3500ドルで6機発注した。リンク社は、急速に成長し、第二次世界大戦の期間中に、数万名の未熟なパイロットたちに、ブルーボックスとして知られたアントマイナス18、基本景気トレーナーは、 アメリカ合衆国や連合国のあらゆる飛行学校の標準装備品となった。戦争期間中にリンク社は1万機以上のブルーボックスを製造し、これは換算すると45分に1台の割合であった。1934年から1950年代終わりの期間に数機種のリンクトレーナーが販売された。これらのトレーナーはその時代時代の航空機の増加する。 ケーキや飛行特性に応じて改良が加えられたが、最初の製品で開発された電気という圧を使用した基本構造は踏襲していた。1934年から1940年代初めまでに製造されたトレーナーは胴体を明るい青色、主翼と尾翼を黄色に塗装されていた。この主翼と尾翼はパイロットが操作する。 方向打のペダルと操縦管の動きに従い実際に動力部が稼働したが、対戦中期から後期にかけて生産されたトレーナーは、物資不足と生産時間短縮のために稼働する、主翼と尾翼は取り付けられなかった。パイロットトレーナーは、リンクの最初の製品であり、1929年の試作型からの発展版であった。セーモアのフリーマンフィールドにある、リンクトレーナー。 第二次世界大戦中にフリーマンフィールドは、米陸軍航空隊の飛行場であった。アメリカ海軍で使用される、リンクトレーナーに機種目で、最も量産された、リンクトレーナーは、C3 型を多少改良したアントマイナス18で、あった。この方の軽基板にいくらか改造を施された、D2 と命名された方が、カナダ空軍とイギリス空軍向けに、 カナダ国内で生産された。これは第二次世界大戦前と中に数多くの国々でパイロット訓練に使用され、特にイギリス連邦航空訓練計画において多用された。アントマイナス18は全三軸の回転機構を有し、すべての飛行景気を効果的に再現していた。失速調高の振動、引き込み式光着装置の速度超過、 スピンの条件を作り出せた。取り外し可能な不透明の風防を取り付けることができ、これを使用することにより暗視飛行の状態を再現し、特に景気飛行と後方の訓練に有用であった。アンとマイナス18の設計と構造アンとマイナス18は2つの主要な部位から構成されている。一つ目の主要部位はトレーナー自体である。これはほぼ、 コックピットと全部胴体の形状を模した木製の箱であり、自在継手を介してド台イブと結合されている。短座のコックピットには、主・銃の操縦装置と飛行計器一式を備えており、台座の中には、姿勢変化を作り出すための空気圧で作動する、ふいご、ふごといくつかのケーキを作動させるための真空ポンプ、残りのケーキを作動させる、 テレゴンオシレーターとして知られる装置といった複雑な機器がいくつか内蔵されている。二つ目の主要な部位は大きな地図台、飛行景器の表示器、クラブとして知られる可動式マーカーで構成される外部の共感席である。クラブは地図台の上のガラス面上に航行軌跡を記録していく。パイロットと共感はお互いヘッドフォンとマイクロフォンを通じて更新することができた。 なんとマイナス18は、主となる3つのふいごのセットを有している。1つ目のセットである4つのふいごがピッチングとローリングを制御している。コックピット全部の非常に複雑なふいごのセットは、ヨーイングを制御しており、10個のふいご、2本のクランクシャフトと、様々な歯車と滑車で回転モーターを構成し、このモーターが、コックピット全体の360度方向への、 滑らかな回転を可能にしている。一組の電気スリップリングが、下部の台座内で接触していることで、コクピットと台座間の電気の伝達を実現している。三つ目の不意後のセットは、ストールやバフェットなどの振動を再現している。訓練生と共感の機器には、標準の交流110ボルト、240ボルトを、変圧器を通して、 膨大な数の内部配線に低電圧の電気が供給されている。シミュレーションのロジックはすべてアナログであり、真空管を応用したものであった。数多くのリンクトレーナーが世界中に現存しており、アントマイナス18は現在でも多数が保管されている。米国とオーストラリアには特に多数が現存している。東京航空景器が1970年に、 ライセンス生産した C-8G 形式が陸上自衛隊北宇都宮駐屯地内の航空学校で2011年まで使用され、現在は航空資料館に展示されている。NT-2 形式が東京航空景気羽田メンテナンスセンター内の地上飛行訓練所で2010年頃まで。 不景気飛行証明取得前訓練用に1時間2万円程度で一般開放されていた。現在は廃棄処分処理された。ANA のアブにて、夜間や悪天候時等の教育として使用されていたリンクトレーナーが保管展示されている。少なくとも22機のアンとマイナス18が様々な修復状態でオーストラリア内に現存している。これらの多くは 博物館に所蔵されているが、大部分はこれらを1950年代にオーストラリア空軍から払い下げを受けたオーストラリア空軍士官学校の管理下にある。これらは1975年までオーストラリア空軍により整備されていたことで多くが、現在でも全機能か一部機能が使用可能な程度に良い状態を維持している。 近年になり数台が修復されたことで、運用可能なアンとマイナス18の数が増加した。カナダ航空宇宙博物館のリンクトレーナー前、機能稼働のリンクトレーナーが、オンタリオ州ティルソンバーグのカナダハーバード航空協会により所有、運用されている。その他のリンクトレーナーが、カナダ航空宇宙博物館、西カナダ航空博物館、カナダ戦争博物館と、 イギリス連邦操縦訓練計画博物館に展示されている。ニューファンドランドラブラドール州ガンダーの北大西洋航空博物館に展示されているリンクトレーナーは t b シリーズのアバーブビヨンドで使用された。第二次世界大戦中に第15操縦訓練学校があったクレアズホームの博物館にもリンクトレーナーが展示されている。数多くのリンクトレーナーが 英国内に現存していることが知られている。現存機の所在は以下の通り、ベルグラードの航空博物館の1機と荒ラブボリューボが所有する1機以外に少なくとも3機が現存していることが知られている。ボリューボが所有する1機は1980年代まで稼働しており、現状では、 新しいバキューム管が必要な状態であるがそれ以外は良好な状態を保っている。テキサス州テレルのテレル地方空港の敷地内にある A 第一操縦訓練学校博物館は共感席が付属した完全な状態のリンクトレーナーを館内に展示している。この博物館はレンドリースポーの一環として英国の操縦訓練生が 米国内で民間の教官により訓練を施されることが許されたことで1941年8月から第二次世界大戦終結までの間に2000名の訓練生がテレルで訓練を受けたことを記念して設置されている。タスキー・ギアメンの訓練に使用されたリンクトレーナーはワーナー・ロビンス近郊のロビンス空軍基地にある航空博物館に展示されている。 国立アメリカ空軍博物館は展示用のリンクトレーナーを所有しており、これは2009年最初の週の今週の目玉となった。ニューヨーク州、ビンガムトンのロバーソン博物館はリンクトレーナーを含むエドウィンリンク関連のものを展示している。熱気球愛好家で収集家でもあるボーランド・バルーンズのブライアン・ボーランドがバーモント州ポスト・ミルズにリンクトレーナーを一機。 所有しており、ポストミルズ空港にある彼の航空博物館でこれを見ることができる。稼働状態のもう一機のリンクトレーナーは、テキサス州ミッドランドのコメモラティブ、エアフォース博物館に展示されており、米空軍の航空教育、訓練軍団の本拠地である、ランドルフ空軍基地にも一機が展示されている。加えて、テキサス州アディソンのキャビのフライトミュージアムにも展示されている。 ユタ州のヒル空軍基地が展示用のリンクトレーナーを保有している。トラビス空軍基地にあるジミード・ーリットル航空宇宙博物館にも一機が展示されている。シアトルのペインフィールドにあるフライトレストレーションセンター博物館に二機が展示されており、一機は共感石が付属した完全な状態である。2006年に一機のブルーボックスが アラバマ州のフォートラッカー内アメリカ陸軍航空博物館の収蔵品に加えられた。フロリダ州メルボルンのメルボルン国際空港内の航空博物館に一機のリンクトレーナーが展示されている。サンディエゴ航空宇宙博物館の航空の黄金期ギャラリーには来場者が景気版を見ることができるように内部に照明が当てられて展示されている。 2009年8月にエドウィン・リンクの孫娘が、同館を訪れ、ボランティア博物館解説員と共に、自分の体験を語った。ボランティア博物館解説員の一人は、実際にリンクトレーナーを作動させて、その体験を来場者と共に分かち合った。共感席が付属した完全な状態の、リンクトレーナーが、イリノイ州のブルーミントンにある。 フレーリー航空博物館に展示されている。ニュージャージー州のミルビル空港にあるミルビル、陸軍飛行場博物館は2機を保有しており、1機は稼働状態で第二次世界大戦リンクトレーナー館に展示されている。1943年頃の共感席付属のリンクトレーナーがモフェット連邦空港にある NASA のエイムズ研究センターに展示されている。 このトレーナーは1992年に完全動作するように物理的、機械的に修復されているが、第二次世界大戦中に製作された、リンクトレーナーに見られるようにこの個体にはもともと、主翼と尾翼がついていなかった。しかし修復の過程で、オリジナルのリンク車の資料から、パドル型主翼部と尾翼部が製作されて取り付けられた。フロリダ州、ヒトゥスビルにある、 バリアントエアコマンド大戦記博物館に共感石付きのリンクトレーナーが収蔵されている。プラハ航空博物館、ありがとうございます。